6月23日日曜日東京国際フォーラムホール C にて松下奈緒にとって2年ぶりとなるワンマンライブ松下奈緒 20th アニバーサリーライブが開催された。2024年4月にデビュー20周年を迎えた松下奈緒は、趣味が洋裁なので自分で作りましたという黄色いスカートでステージに登場。皆さんのおかげで20周年を迎えることができましたと感謝の気持ちを伝えると、場内からは温かく大きな拍手とともにおめでとうという祝福の声が上がった。20年分の思いをお届けしたいと意気込みを語った彼女は、水野良樹、生き物がかりが作詞作曲を手掛け、山村隆太、フランクールがコーラスで参加したラブソング、キラリアやピアニスト役で出演した最新映画、風の僧の君へのオープニングテーマで、自身が作曲したピアノソロ、小さな奇跡、フンプティミラクルなど、2024年5月にリリースした2年ぶり9枚目のアルバム、サウンズに収録された楽曲を中心に全23曲を演奏し、優しくもダイナミックなピアノとギターで澄み切った歌声で観客を自身の独自の世界観に引き込んだ。 MC ではシンガーソングライター役で出演した2006年のドラマ太陽の歌について歌うきっかけをくれたドラマです。劇中でピアノ弾き語りで歌ったのが最初でしたと振り返り、ライブの中盤では恋に落ちたらやチリとペチンなど自身が出演したドラマ主題歌をメドレーで披露。朝の連続テレビ小説ゲゲゲの女房の主題歌生き物がかりのありがとうに対しては、いつも私の大切な瞬間にそばにありましたと感慨深げに語り、心を込めてピアノを弾き観客を魅了。その後は役柄を演じることはもちろん、ナビゲーターとして世界中を旅することも含めて、全ての活動がピアノと歌の表現につながっているという彼女にしか成し得ない個性をダイレクトに見せつけ、アンコールでは明るく弾むバンドアンサンブルで楽しく幸せなムードを届けると、場内から自然とクラップが湧き起こるほどの盛り上がりを見せた。現在は夏ドラマスカイキャッスルの撮影中だという彼女は、お腹の中は真っ黒なセレブ妻を楽しんで演じています。人生で口にしたことのない言葉を発してる毎日ですと笑い、最後にこれからも皆さんと一緒に思い出を重ねていきたいです、これからも私にしかできないことをやっていきたいので30年40年とよろしくお願いしますと約束。会場の隅々まで大きく手を振り、名残惜しそうにステージを後にした。松下奈緒 20th アニバーサリーライブ2024年5月26日、日曜日大阪、新歌舞伎座2024年6月23日、日曜日東京、東京国際フォーラムホール C1、F2、ジャズショコラ3、タイムレス4、エニータイムニーウェア5、ウィッシュ6、キラリア7、小さな奇跡、ウンプチミラクルから8、夜空の花2249、天国と地獄10、ドラマ主題歌メドレー、恋に落ちたら、クリスタル K フジテレビ系ドラマ、恋に落ちたら僕の成功の秘密、主題歌、春どなり、須田景凪フジテレビ系、ドラマ、アライブが、2000もみのカルテ主題歌、チリとテチン、松下奈緒 NHK 連続テレビ小説、チリとテチンテーマ曲、ハピネス、シェネルドラマ、ディアシスター主題歌、未来予想図2、ドリームズカムトゥルー映画、未来予想図愛してるのサイン、白色冬、NHK ドラマ10、大奥シーズン2主題歌、流れる雲よりも早く、松下奈緒映画、チェスト主題歌11、ありがとう、生き物がかり NHK 連続テレビ小説、ゲゲゲの女房主題歌12、グレース、プリンセスローズから13、ブレス、ジュアラアフリカ14、ハッピー EC1、青空 EC2、うんと幸せになろう、EC3、トゥギャザー。